私の出番が来た。あー、通信チェック聞こえます？ええ、聞こえてる。よし、ちゃちゃっと行きましょう。あれが軌道エレベーター。つい最近まで動いてたみたいです。動力源のフュージョンセルとはまだつながってます。空のコンテナをずっと宇宙に送り出してたみたい。あれ、周りに生体反応があります。気をつけて。必要ない。上流に向かいましょう。まずはスキャンしないと。リリー、アダムから何か連絡はあった？リリー？リリー？あ、ごめんなさい、何か言いました？まさか何かあったの？ううん、レガシーを見返してただけです。まだ気にしてるの？偽造されたものじゃないか一応確かめてたんです。そう、でも今は目の前のことに集中して。はい、もちろんです。
巻いた。なんとか進めそう。問題ない。ゆっくり、慎重にです。あ、イブ、気をつけて。やった、渡れた。できて羨ましいな。マザースフィアは全部知ってたのかな。そのはず。なんで？なぜ真実を隠したのか知りたいの。これまでマザースフィアを疑ったことなんて一度もなかった。だからまだちょっと混乱してます。大丈夫、私も同じだから。ひとまずもっと情報を集めないと判断はできない。今はやるべきことをやりましょう。はい、集中します。キング完了。スイッチを押して。ハイパーチューブが閉じちゃってる。宇宙センターにつながる唯一の道なのに。開ける方法を探そう。
起動すればハイパーチューブの動力も元に戻せます。わかった、やってみる。チューブを開くにはまず動力を戻さないと。
先が見えませんね。大丈夫かな。閉じてたってことは他のルートよりは安全なはず。イブ、どうしたんです。いえ、何でもない。危なかった。リリー、ちゃんとついてきてる？ちょっとスピード落とせません？うわっ！何あいつ！危ない！しないと。ブッシュキャンプです。他の機械型ネイティブとは少し様子が違った。そうでした。今の相手、感情を持ってた。あんなの初めて。感情？そう、常軌を逸した強い感情、憎しみ。きっとまた現れる。片腕を切り落としたのに。ええ、あの程度じゃ引き下がるようには思えない。
リリー、この場所は何？ここは軌道エレベーター用の資材置き場みたいです。リリー、あの妙な装置は何？調べてみますね。マップデータを参照したところ、あれは、うわー、まずい。あれ、プラズマを打ち出す警備タレットです。なんとかしてみる。え？タレットに見つかっちゃいますよ。すっごい、ドンピシャでしたね。今のはたまたまよし、そしたら、うわ！ミリー、平気です。もう大丈夫。早く進んだ方が良さそうです。了解。なんとかここを抜けないと。行きましょう。レーザーには触れないでくださいね。
警告します。検査の遅延により全プロセスを一時停止します。どうしたのリリー、コロニーのことでも考えてた？なんでわかったんです？実はマップを見ててひらめいたんですよ。大気圏を抜けたらコロニーのネットワークに接続できるかもなって思って。試す価値はありそう。接続できたらみんなの記憶をレガシーに入れて送ってみる。それとネイティブの真相も。おかげで視野が広がったのかも。完了。見てイブ、宇宙センターです。
平気。きっと資格がある。気を抜かないで。油断は禁物。はい。宇宙センターに到着っと。じゃああとは軌道エレベーターに行くだけ。ここもネイティブに汚染されてます。見た感じこれまでよりもっとひどい。なら急がないと。どっちに進んだらいい？右です。すぐ近くですよ。あれれ、なんで電源が落ちてるんだろう。どこかに電源がないかマップを調べてみて。はい、ちょっと見てみます。ありました。反対側です。ありましたね。ええ、分かってる。汚染の根源にアルファネイティブがいるはず。
制御装置です。電源が入った。向こうに戻りましょう。複数のネイティブの反応があります。さっきまで反応なかったのに、まさか増援かな。ダメ、電気が通ってない。待って、隣のセクターに電源を見つけました。
まさか待ち伏せしてたの？強力だとは思ってなかった。なんだか腕が変な感じ。負荷のかけすぎですね。ドローンも調子いまいちです。オーバーチャージはまだできそう？できてもあと 1,2 回です。だったら無駄打ちできない。電源を見つけた。よし、戻りましょう。宇宙に出発です。道なりに進めば貨物エレベーターに着くはずです。見えた。まだ稼働はしてるの？記録によれば前回の稼働は173日前です。
でも誰が使ったのかまでは分かりません。ちゃんと動いてくれさえすればそれで十分。